もっとなんていうのかな、そういう技術じゃなくてその精神のことを話した方がいいっていう、そういう話ね。そしてなんていうのかな、まあ僕はだいたいこう来た時に通り道開けてあちらへどうぞ、それで自分が安定してるの大事っていうことしかやってないんですよね。でこう来た時に彼がこうついてくるから、ついてきてくれるから、こういうふうに自分が安定してるってこと、それからこう来た時にこういたらやられちゃうっていう、そういうことで、こうやべえなってこういうふうにやってって、でその時に安定してる、安定してて自分がこういうふうに帰ってきたら彼が自然と倒そうとしてないってことね。自分が倒そう、彼より優位に立つためにここにこうやって転換してないってことで、こういや彼の方が強いに決まってんだから、だからやべえなってこうやってってこうに安定してたらこうに倒れちゃった、そういう倒れちゃったって、彼が倒れたの、勝手に倒れたって、そういうふうに僕が意図してないよって、そういうふうにやりたいのね。そういう話なんだけどね。まあそれでこうなんていうのかな、こう彼が来たら やっつけたいのは山々なんだけど、やっつけられないんだから、だから通り道開けて自分が安定してるって、そういう話ね。じゃあそういうことですけどもね、やってみましょう。いろいろね、彼いろいろどういう説明しようかとか話してんだけど、でね、白の稽古と紺の稽古ってのはあるんじゃないですか。で白の稽古と紺の稽古の違いっていうのは同じ精神の違いらしいんだけど、白の稽古っていうのはこの肉体を通してね、どういうふうにこれどうやって痛めこうやっつけたらね俺の方が有利だとか、そういうことを決めてるわけで、こう資格もらうとかね、そういうこと、こう肉体の稽古なので、白の稽古は紺の稽古魂の稽古っていうのはどういうのかっていうと、こう来たら やばいんだよね、僕はやばい、で彼は強い若いで、あやばいって来たら、あやばいからこうやって逃げたって、そしたら追っかけてきたの、彼がね、追っかけてこうやって来たら追っかけてきたの、こうやって追っかけて、それで上から下に落としたって、ただそれだけなので、それじゃないとこれをやっつけて、白の稽古でこうやってやっつけ、どうやってやったらやっつけられるかっていうのを考えてると、先にそれがいっちゃってるから僕は肉体的に弱いわけだよ。で確かにテクニックさえ上手ければできるのかもしれないけど、それよりもこう来たらやばいな、こいつやばいやって、それで自分の、形が安定しててまっすぐで足がいいところつながってくると、こう自然とこういう風になって自然となってんので、こう離れていったらやられちゃうから、やられないようにこうやって入ってんので、これは自然とね、これこうなんていうのかな、その白の稽古じゃないんだよ、紺の稽古なんだよ。で紺の稽古してるので、近いからこうやってこれ離れたらやられちゃうんだから、だから自分がやばいなっていう風に思ってるから、そういうふうにやってるのね、こうで自分が安定してて、でそういう話、そういう白の稽古と紺の話、紺の稽古と白の稽古で、白の稽古は肉体の稽古はで、みんなその本部道場なんかでもみんな白の稽古やって、こうやってどうやってやったらやっつけられるかって、そういうこと考えてるけど、僕がやってるのはそういう紺の稽古で資格もらって、で自分が自由、それが大事っていうことね。それで離れてなくて近い、そういう形、そういうことなんですよね。じゃあもう少し上やってみようかな。上は近い方がいいの、離れてるとやられちゃうから。これは白の稽古なんだけど、離れてるとやられちゃう、だから近いの、近くて自分が安定して、そして彼の近いと離れてるとやられちゃう、だから近いので、こういうふうにこう資格もらって、こういう形ね、そういう形。じゃあちょっと上の
こう上の方やってみよう。彼の方が強いからね、やられちゃうかもしれない。こうやってやったら、こうやって上がってきたらやられちゃうかもしれないの。でもやられないよ、やできるだけやられない、それが稽古だから。できるだけやられないように自分が安定して、で自分がこういうふうに、自分ができるだけでいいんで、いいんですよ。完璧は無理だから。で完璧無理なんだ。だから入っただけで自分が安定してるっていうのが目的だから、彼をやっつけるのが目的じゃないっていうことね。これか、彼を彼をやっつけるのが目的じゃなくて、自分が安定してるのが目的だから、こういうふうにして自分が安定してる、自分が安定して自由に動く、自由に動くのが目的だから。失敗してたらこういうふうに来ちゃうんだよね。来ちゃうんだけど、来ちゃって待ってたら来ちゃうんだけど、こうやって落として、でこういうふうに自由に足が動いてくれば、こういうふうに、なんていうのかな、目的だからね。自分が安定してるのが目的だから、そういうふうにやってれば、いろいろ技、こういうのとか、こういうふうに入ってくるとかね、こう手にいってないんですよね。自分が安定してることしか考えてないんだから、こういうふうに自分が安定してることだけで、彼がすごく上手くて、こ例えばね、こうやってやってきた時に、この指をこういうふうに、で壊れちゃってもいいんだけど、こういうふうにやられちゃう前にやばいなって思うわけじゃないですか。自分がこうやって逃げて、自分が安定してることは問題だから、ここで競っていかないの。やばいんだよ、安定してんだよって、それが大事なのね。そういうことだから、そういうことでいろいろね、こういうふうにいろいろ動いて、こう動いて、こうやってみましょうかこうやって来て、後ろに入った方が安心だろう、自分が安全のために。でこれバーンってくるんだよね。来たらここで競っていくことじゃなくて、来たらありがとうねって、そういうのもらってんの、もらってんの。そしてまあいいよ、そしたらここで、じゃあ入り身だけでちょっとやってみよう。今はこういう自分の身を守るためにこういうふうに入ってきたのね。後ろに入ってきたの。後ろに、ここ後ろで、見えるところよりも見えないところの方が安全で、こういう手とかこういう手安全。そして自分の身を守るだから、こういうふうに入ってくると、こういうふうにね、こう自分の身を守ることだけ。相手、結果的に相手が倒れちゃったかもしれないけど、何しろ後ろに入って自分が安全、そしてこう自分の安定してるって、そういうことね。で今度はこういうふうに入ってきたんだけど、今度はこうでもいいんだけど、こうでもいいんだけど、これがこういうふうに入ってきて、こうね、来るね、来るとやばいからね、こういうふうにプロテクトして、でこういうふうに出てくるとこういうふうになる。それからこちら側からこういうふうに入ってくればこういうふうになるね、こういうふうにやって落としてくればこうなる。それからこちらから来ればこういうふうになる。これは自分の身の安全のためにやってんので、彼を倒そうと思ってやっとこうなっちゃってもらっちゃうの。でも自分の安全のためにやってんだから、こう やばいなってのはもう前提、やばいなって、いいよ、やばいからこうこう後ろ入った、それから表に入った、これ同じじゃないですか。あの精神状態同じで、こう来た、こうやばいこう入ってきた、そういう精神で自分が安定してて、で逃げたかったら逃げる、さよならって、そういう風にね。それでこういう風に来て入ってくれば、こうね、自分が安定してる、自分が安定して、で逃げたかったら逃げるって、そういう感じね。それでそしてそうすると息ができるから、こうでこうついてくれば、こうついてくれば一丁の形ね、こうついてきて、こうこの手見てる、この手、いやこれもらっちゃうとやばいから、
だからこの手でこれを止めるって感じ。この手でこのパンチ、こう蹴り、あーって蹴り、そしたらここに入るって感じね。そういう感じで、それで自分の安定を考えてると、おおやばい、俺パンチ来るからもらっちゃったらやばいから、それで自分が安定してて自分がここに出してくると、そういう感じね。じゃあ一挙の形でやってみましょう。結果的にそういう風になっちゃったって、そういう風になっちゃったってやりたいわけで、こうやるからこう彼がこういう風に崩れちゃったとか、そういう風にやりたくないのね。だからこう来た、あやばいなって、こうだからこうなんていうのかな、こういう位置じゃで、こう持たれるの待ってないの、こうやってやられちゃうから、だからこう来たらやばいなってこういう風に入っちゃったの、ただそれだけなんだよね。だから線なの。だから5でこうやってやって、あっやろうと思ったら来ちゃうんだからね、これ。だからこういう風に来た時にこういう風に入ってんの、自分がこういう風に来た時にこういう風に入ってんの。だから そういう風にだからやった方がいいんじゃない、そういう稽古をした方がいいんじゃないかなと思うんですよね。でこう来た時にこう入ってるで近いの、そうもう自分の身を守ることだけ、自分の身を守って、やばかったらこうやってこうやって逃げ、安定してんだよね、安定、こうやって崩れてないよ、その時に安定してるっていうこと考えてるので、こう当て身入れて、間違っちゃった、こう当て身入れてこうね、逃げてきてもいいわけ。で出たかったら出てくる。こういうふうに出てくる。それだけでしょ。それだけでしかないのね。で馬が、うまくいったら後ろもらう。こう。でここでやってると反撃もらっちゃうから、なるべく自分はこういう位置だったら反撃来ないから。ほら反撃来ないから。反撃来ない位置でこういう風にやってる、そういう形で、後ろいつも後ろ、そしていつも後ろこうや後ろ、そういう感じね。ここでやったらやられちゃうの、やられちゃうんだよ。だからそういう話ね。じゃあ何やろうかな。じゃあこうやろうか。こうねこう内側から入って、この嫌なのはこの手、こうやってきたらやられちゃう。だからこういうふうにやってこの手を効かせなくしたいの。この手を効かせなくしたいの。それから入ってる。だからこの手は効かないんだよね。いつもこの手を効かせないように。その時に入ってきて自分がこういうふうに出てこういうふうに。だ転換で入った方が楽かもしれない。この手を効かせない、この手入っていったらここ来ちゃうから、だからこの手を効かせないために、さっきはこういうふうに止めたんだけど、この手効かせないためにこういうふうに止めたけど、今度はここからこういうふうに転換で入ってくれば、この手効かないでこうやってね、この手効かないでこういうふうに出してくる、そしてこういうふうに入る、そうすると効かない。でそういうことだけ考えて、相手のこの反撃、さっきこういうふうにやりましたけど、この肘とか、ね、これ足とか手とかやりましたけど、それと同じこういうふうに内側に入って、じゃあちょっとやって、いろいろこの内側入るのいろいろやり方あるんだよね。で僕はこういう手を使ってるってこと、こう来てこう入ってきたら、この手を使ってるってこと、自分の方に来ることによって、だからこの手がないとこう来ちゃうのね。でもこの手があるとこう来てるから、こういうふうにこういう形ね、そういう形です。でやった方が自分はね、いいんですけど、いろいろやり方ありますから。でこうね、この手が嫌なの、この膝が嫌なの、だからいつもここ見てるってこと、そしてこう入ってくれば一挙の形だしいつもだから
こうやってこうね、いやそれでここに入ってこの隙間に入ってくればこう一挙の形でこう出してくるとかって形ね。でこう裏に入ってくれば、裏に入って突き抜ければこういう入り身投げの形、そういう形ですね。でこうやってこうやってきて、でこうやってくれば塩粉投げの形、こう来てここね、ここね、でちょっとこう来てこうこうここに来て、そしてこの手この手この手こう上げてくれば塩粉投げの形。じゃあ塩投げやって終わりましょう。はい、じゃあ終わる前に一つだけ、この嫌なのはね、自分が、じゃあ最初に言ったんじゃないですか、彼の死角に入って自分は安定してこの相手の攻撃をもらわない位置それはどういう位置かっていうと、こういう位置なの。こういう位置だったらこれパンチは来ないし、足も来ないし、全然安定してて、それから自分が絶対安心、絶対安心の位置でこういうふうに回ってるの。こういう絶対安心じゃない位置でこうパンチもらっちゃうかもしれないけど、こうって出ていかないんだよね。だから絶対安心、全然来ないんだ。僕は何でもできます、彼は何もできません。それで初めてこういう風に、だからいつも自分が絶対安心っていう位置でやった方がいいと思うんですよね。でそれが今のけコント吐くの稽古だけど、こう肉体の稽古だとこういう風になっちゃうから、そうするとあやばくてもこういう風にやって、僕の方がテクニックが上だったら彼のこの手を止められるかもしれないよ。でも止められないかもしれないから、だからこういう風に入ってね、で魂の稽古の場合にはこういう風に入ってれば絶対来ない、だからこういう風に入ってるって、そういう風にやりたいわけ。まあそういう話なんですね。じゃあ終わりましょう。ありがとうございましたよし、じゃあ終わりましょう。はいはい、ありがとうございました。